時刻は8時15分になりました。毎週火曜日にお届けするのはこちらです、業界通信です。今回はタクシー業界にお邪魔しました。都内だけで1日に5万台のお客さんを乗せ走っているタクシー、一体どんな方が働いているんでしょうか。ミニ宮瀬さんが取材してきました。ミニ宮瀬っていうということで、タクシー業界の裏側を探るべく向かったのは日本交通。こちらではおよそ9000人の従業員、そして4650台のタクシーで営業を行っています。おはようございます。これです、ミニ宮瀬。朝6時45分で迎えてくれたのは乗務員の小助川さん。6時45分の朝礼に出て、7時から車両点検に行って、7時半の点呼でいつも出向しております。ちなみに乗務員の1日の労働時間は15時間ほど。早朝3時過ぎに営業所に戻ってきます。納品やって洗車して帰りますので、まあ、大体始発が始まる5時頃に帰るような、長いとは思いますけど、まあ、翌日休みなので生活リズムは慣れるまですごい大変でした。そして気になる乗務員のお給料は、お客様をお乗せした分、売り上げを上げた分だけお給料にも反映されてくると。友達と比べれば明らかにすごいもらってるかなとはよく話しますね。また日本交通では近年増加する外国人の対応に力を入れています。バスにはシートベルトプリーズ。バスにはシートベルトプリーズ。この外国人の講師を招いて初級中級上級と英語講師をやっておりますので、まあ、いろんな乗務員さんが英語対応できるようにはしております。さらに無線センターに英語専用ダイヤルを設置、必要に応じ乗務員に代わって対応するサービスを行っています。ということで特別に本社の無線センターに入らせていただきました。2020年の東京オリンピックに向けて、まあ、いろんな国のお客様がこれからどんどん日本にいらっしゃると思いますので、英語だけではなくて、まあ、多言語化というところでインバウンドのお客様に対してご満足いただけるような体制を作っていきたいというふうに考えています。ところで無線センターでは普段どのようなお仕事をしているんですか。私どもの指示で全部車が動いていく、大きな例えば事故があったよと、そういうような情報に従ってお客様をお乗せしている乗務員が、今入った情報でこの先こういう状態ですのでこのルートはいかがですかとか、まあ、そういったですね、お客様満足にもつながっていく、直結していく部署でございますので、まあ、そういうところでは非常にやりがいを感じます、はい。さらに近年力を入れているのがスマートフォン向けの配車アプリ。電話で居場所を説明する必要がありません。GPS 機能や地図機能を使って今いる場所に簡単にタクシーが呼べるというシステムを開発しまして、呼んだタクシーがですねどこまで来ているかなどをですね地図上に表示しますので、まあ安心してお待ちいただけるというような仕組みになっています。しかし安全性の問題などから人手不足が指摘されています。これに対し人事採用の担当者は、タクシーの運転業っていうところでは事故のリスクとかお客様のサービス業っていうところで言えばお客様とのトラブルとか、やはり目につきやすい存在でもありますんで、そういったところは敏感に学生さんにも伝わりますよね、はい。近年日本交通では積極的に新卒採用を行い、今年は113人が入社しました。観光とか福祉的なサービスとか、世の中もやっぱり若い人が求めているものを表現しないとやっぱり売れなくなってきますので、新しいことをやる以上は若い人に入ってもらわないと、そういったいいものができていかないよねということで5年前から本格的に始めているという状況です。こちらは女性新入社員の阿藤さん、目指したきっかけは何ですか。もともと運転が好きっていうのが一番の理由なんですけれども、1日で多くの方々お客様と触れ合えるっていうのがとても魅力的に感じたからです。女性にとっての労働環境はどうですか。
女性専用の更衣室、仮眠室、しっかり管理されているので、思っていたよりはとても働きやすい環境です。そんな阿藤さんにとって業界ニュースは、もしかしたらこの先410円が始まるかもしれないっていうのは、やっぱりタクシードライバーとしては気になるところです。高齢者の方々にはとてもいいかなとは私は思います。新たな利用者の獲得に期待を寄せるタクシー業界でした。以上、業界通信でした。